ジー川ダムですね。ここは重力式コンクリート、着工年完成年が1969年着工して1976年完成、はい、洪水調節、農地防災、不特定用水、河川維持用水、灌漑用水、上水道用水、堤高が 37.5m、 堤頂上 90m ということですね。ここが管理事務所ですね。管理事務所でダムカードをいただけます。特にこの事務所の中の駐車場に停めても怒られないみたいなんで、来られる方はこの中入って停めていただいても大丈夫みたいですね。茨城県藤井川ダム管理所、ここに諸原表があります。中川水系でいいんですかね。こちらが下流側、立ち入り禁止です。ここが天場ですね。ここは車がすれ違えないですね。必要な分を流してるわけですね。こっちが湖側、ルビゲート、常時放流設備、表面止水ゲート、
井川ダム。これがゲートですか。昭和51年10月にできたんですね。車通りますね。この道行けんのかな。あ、ちょっといい天気になってきました。さっきまで雨降ってたんですよね。はい、藤井川ダムの下流側ですね。案内図があって公園みたいになってますね。これはすごいな。なんだろう、ペンションみたいになってるけど。あれ？これもダム？あ、これか。寄水履き？ホロルの湯。ここが管理所で、この道を来たんですね、車で。で、キャンプ場があります。
関山橋。で、ここを行くと藤井川ダムの下流側に出られるんですね。これは土手と考えていいのかな？やっと見えてきました。ここからは立ち入り禁止。はい、この土手みたいなところ上に上がってきたらキャンプ場でしたね。やっぱり気になるのはこれですね。ちょっと行ってみましょう。はい、さっきの三角屋根のところまで登ってきました。あ、こっちにも湖があるんだな。向こうがさっき登ったキャンプ場で、これが新古川橋。ああ、ゲートがありますね。やっぱりここもダムなんですね。
制御盤がありますキャンプ場っぽくデザインされてるんだ。右側。